北国新聞ニュースをお伝えします梅雨のシーズンを控え金沢市駅西消防署は今日水害で溺れた人を救出する初めての訓練を行いましたこの訓練は河川の氾濫によって市街地が浸水し住民が溺れたという想定で進められ駅西消防署から消防隊員や 特別救助隊員など35人が参加しました。隊員たちは金沢市東香爪町の家屋型で、救命ゴムボートを組み立て、救助が必要な人を引き上げ岸辺まで運ぶ手順を確認しました。局地的な豪雨や台風など大規模な風水害に対応できるよう、今日の訓練には内永町消防署も参加し、 水上バイクを使った救助訓練などを通して、互いの連携を確かめました。世界的な哲学者、西田喜太郎の命日にあたる今日、喧嘩式が母校の河北市宇野家小学校で行われ、喜太郎の遺徳を偲びました。喜太郎の命日、寸神器の喧嘩式は宇野家小学校の記念碑の前で行われ、 関係者や児童などおよそ百五十人が参加しましたそして西田喜太郎博士小特会会長を務める河北市の油野和一郎市長がこの地で世界的哲学者が生まれたことを誇りに思い児童から西田先生に続く立派な人材が育ってほしいと挨拶しました喧嘩式では小特会の役員や 子どもたちの代表が菊の花を手向けた後。九十八人の六年生が。西田先生を称える歌を合唱し。没後七十七年を迎えた北太郎の遺徳を偲びました。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞政治部の藤沢部長にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 今年度県内で開催される予定の参加者1000人以上の学会やスポーツイベントなど全国大会が21件となり合わせておよそ8万8600人の入り込みが見込まれることが県の集計で分かりました佐部長主なものはどんなものなんでしょうか、はい、今年度の21件は先月金沢市の県産業展示館で開催された機械工業見本市メックス金沢を皮切りに 8月には全国高校 PTA 連合会大会の石川大会10月には全国建設業労働災害防止大会ほか主催者が開催を公表していない12件も含ままれてていいいいすすすそそううででかあの問い合わせも増えるは大会などを誘致している金沢コンベンションビューローによりますと県内の開催に関しては主催者側からの問い合わせがあの3月頃から増えておりまして、うん 4月5月で合わせて18件と昨年の同じ時期の9件から倍増したんですね、はい、でコンベンションビューローでは金沢港のクルーズターミナルですとか県立音楽堂など、まあ、大会の会場となる施設を紹介する動画を作成していまして誘致活動に活用しているということです。うん、なるほど 県内でのの全国大会会や学会の開催実績はどうなっていいますかははい、県内ではあの北陸新幹線の金沢開業前の2014年度が26件だったんですけれども、はいま、開業した2015年度というのは55件に急増しましまたその後、16年度以降は残念ながら減少傾向となっていましてまコロナ禍に突入した2020年度は5件昨年度は8件にとどまっています。そうですか 県は誘致に向けた取り組みを進めているようですね、はい、あの昨年度ですけれども誘致を促進するため補助制度の要件となる県外からの参加者の最低人数をこれまで100人だったんですが、まあ、50人に緩和したということです。はい、あの参加する人の中でも少子 の金額が大きくて、まあ、地元への経済効果が大きいとされる国際関係ですとかそれからお医者さんなど医療関係の催しをターゲットに誘致を進めていいるととうここです、うん、この誘致によって観光産業の活性化に期待したいですね,そうですね、まあ、県の担当者はワクチン接種の進展などで開催できる可能性が高くなってきていると。 まあ地元への波及効果につながってほしいと話していましたわかりましたあの消費金額が高いこの層っていうのは文化観光にも興味がきっと多いでしょうしねそうだと思いますね,ね、はい、さらなる活性化が見込めるかもしれないです、ねはい、はい、そうだと思いますはい。今回は北国新聞政治部の藤沢部長とともにお伝えしましたありがとうございましたありがとうございましたニュースを続けます 食材の価格が高騰する中家庭の負担を減らすため学校給食費を補助する動きが県内の市や町で広がっていますこのうち、河北市は油野和一郎市長が昨日の市議会で今年度に予定していた給食費の値上げを来年4月に先送りする考えを示しました河北市は一食あたりの給食費を 小学校で10円中学校校でで円、円中それぞれ値上げする予定でしたが物価の上昇で家庭の負担が増しているためコロナ対策の国の交付金を財源に据え置くことを決めました金沢市小松市白山市野々市市それに津幡町も国の交付金を活用して食材の高騰による 給食費の上昇分を補助する方針です一方、穴水町は少子化対策につなげようと今年9月から小中学校の給食を将来も含め無償化することにしていますこのほか、七尾市と加賀市が給食費補助を前向きに考え和島市は無償化を検討するなど家庭の経済的負担を軽減するため 給食の無償化や上昇分を補助する動きが広がっています河北市の担当者は新型コロナで経済事情の厳しい家庭はまだ多くなんとか助けたいと話しています地域の鉄道の歴史を伝える掲示板が JR 大正寺駅前のビルに設置され 県内で最も古い大正寺駅の移り変わりなどを紹介していますこの掲示板はまちづくり団体の出来町センター大正寺が駅を利用する住民や高校生などにふるの鉄道の歴史を知ってもらおうと設置しました大正寺駅前にある出来町センタービルの壁面には1897年に開業した 県内で最も古い駅の一つ、大正寺駅で映された馬車鉄道の様子など、写真付きのパネル45枚が並びました。パネルでは、時代ごとに活躍した鉄道車両の写真などのほか、北陸鉄道河南線の車両が、旧大正寺川をめぐる流し船の待合必要に搬入された時の北国新聞の記事も並んでいます。大正寺駅では、 今月13日に複合施設の大聖寺ゲートウェイが開業する予定で、今回のパネル展示はそのタイミングに合わせて企画されました。展示資料を集めた、歴町ふるさと館の篠原隆一館長69歳は、若い人にはぜひ地域とともに歩んできた駅の歴史を学んでほしいと呼びかけています。 金沢学院大学と金沢大学の学生たちが山城の歴史や魅力を発信するガイドブックを作りましたこのガイドブックは小学生向けで敵を迎え撃つ小口や侵入を防ぐ霧岸など山城の構造を説明するとともに国の史的になっているかえつ国境常識軍の歴史も取り上げています このガイドを作ったのは金沢学院大学の中村莉子さんと百成弘樹さん金沢大学の崎玲也さささん、ん、ん岸田健生さん戸前健太さんの合わせて5人です。5人の学生は昨日金沢市役所を訪れ村山隆市,市長にガイドブックを紹介し市長からは山城マイスターの認定証を受け取りました。 学生たちが手がけたガイドブックは1万部発行され、金沢市内の小学6年のほか、富山県小屋部市と南都市の小学4年から6年に配られます。金沢百万石祭りの期間中に県六園を訪れた人はおよそ2万7千人になり、コロナ前の6割の人出でした。 金沢百万石祭りは三年ぶりに今月3日からおとといまで3日間開催されました石川県金沢城県六園管理事務所は昨日う3日間の入園者を発表し祭り期間中に無料開園した県六園にはコロナ前の3年前の6割にあたる27,036人が訪れましたこのうちライトアップされた夜間には コロナ前を二百七十一人上回る。五千四百三十六人が入園し。昼間の混雑を避ける人が一定程度いたものとみられています。一方、盆正月などの催しが行われた。金沢城公園の入園者数は。コロナ前の九十二パーセントに当たる。五万二千百五十人で。客足の回復ぶりが。県六園よりも際立ちました。 津警察署は明日、コンビニエンスストアと連携して特殊詐欺の被害を防ぐネットワークを結成することにしました石川県警によりますと県内では今年1月から4月の4か月間に特殊詐欺被害が去年の同じ時期を14件上回る22件確認されています。その被害額は 去年の4ヶ月間の8倍を超える7603万円に上りつばた町でも今年2月80代の女性に息子を語って電話をかけ105万円を騙し取ろうとした男が逮捕されていますそこでつばた警察署は現金の入出金場所となりやすいコンビニの従業員に直接注意を促すメールを配信する シらトリネットワークを結成することにしましたメールは詐欺の疑いのある電話が確認された際に配信されつばた所は明日協力する館内のファミリーマート16店舗とメールを送るテストを行います詐欺被害を防ぐため警察がコンビニの従業員と連携するのは県内で初めてでつばた所の 本谷豊弘生活安全課長は、被害を一件でも減らしたいと話しています。通信販売を利用する際の注意点を学ぶ授業が、昨日、野の市市水中学校で行われました。中学校の授業には、家庭科の中に身近な消費生活と環境の学習があります。 水中学校の授業には2年生およそ150人が参加し県の委託授業草の根消費者教室に登録する講師7人が生徒たちに通信販売の注意点を教えました講師たちは実際の例として通信販売で靴を注文したところ靴型のペンケースが届いたケースなどを紹介し利用する場合は トラブルに巻き込まれないよう内容を十分に確認することをアドバイスしていましたこの授業はあさっても行われます河北市のボランティアグループが昨日高齢者施設にフラワーアレンジメントを送りましたボランティアグループのひまわりの会は施設を訪ね 悩みや寂しさを抱える利用者から話を聞く、慶長活動に取り組んでいます。しかし、新型コロナの影響で利用者と直接のつながりを持てないため、フラワーアレンジメントを送ることにしました。ひまわりの会の会員12人は、昨日う、河北市の七塚健康福祉センターを訪れ、筒字やラベンダーの花を花瓶に挿して、 作品に仕上げましたフラワーアレンジメントは5か所の高齢者施設に合わせて40点贈られ河北市秋浜のケアハウス開正では受け取った利用者4人が会員に感謝を伝えままししたここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。